そうです。まあ、本当に強いチームですし、まあそこを受けるんじゃなくて、まあ自分たちのサッカーを続けて、僕自身も結果が必要なので、まあ、どんどんゴールに迫っていくプレーが必要かなというふうに思いますね。まあ、いろんな情報も飛び交ってますし、その中で自分のサッカーに集中するってことがすごく大事で、はい、自分たちのサッカーを貫くっていうのがポイントかなというふうに思います。J1 昇格に向けて全員本当に気持ちを一つにして頑張ってるので、熱い応援よろしくお願いします。